おはようございます。今日もですね、ちょっと練習に出ています。今日は日和のですね、道の駅までまあ行ってみようかなと。それもまあ赤松っていうところがあるんですけど、そこを通って行くルートで行ってみようかなと思っています。まあもう今はね、皆さんにとってはちょっとつまらないかもわかりませんが、私にとってはもうこのクラッチ操作をですね、よりスムーズに、するために、毎日ちょっとずつこう乗っていこうかなと、そんなことで頑張りますので、よろしくお願いします。なかなかちょっとずつやっぱり毎日ね、ギアチェンジは確かに上手くなってるような気がするな。4速にシフトダウン行ってみましょうかね。あか、スムーズなシフトダウンは難しいねちょっとこう風景を見る心のゆとりが出てきたな。さて次の5速から4速を何とかスムーズにやってみたいな。ここでやってみようかな。今のうまくいったとも言えんな。なんとなく入ったけど、川口のダムのところですね。この花がね、本当に綺麗ですね。これ綺麗、斉藤ね、毎年綺麗に咲かす。すごいな。赤松の今トンネルを抜けないでね、旧道の方ちょっと行ってみようと思って。これ今まで行ったことないんですよね。前から一度ちょっと行ってみたいなと思っててね。綺麗にこう田んぼとかこう家とかしとんな。ほんま綺麗だよな。その向こうがトンネルやと思うよね。これでトンネルを、まあトンネルを迂回というか、ああ初めてあそこ行けてよかったな。ああ法事の坂、法事の坂峠っていうかな、そんなん書いてあったな。こっから見る景色綺麗ですよねこれ。今の道が赤松からですね、まあ、日和佐の方へ抜ける道なんですけどね。これね、本当にこう走って楽しい。まあ僕ら走るたってこの程度のスピードですけど、楽しいですよね。日和佐にやってきました。なんかこう魚の干しもんでいいのがあったらいいんですけどね。
この県道36号線で帰ってみますね。これもなかなか道がね、いやどうちことないんですよ。ただ私の今のこう運転だと心配だというだけで、でもまあかてチャレンジしょらんだ、いつまでもまあならんけん、まあ頑張ります。声があんまり明るくないっちゅうはいかんな。やっぱりこうたバイクは楽しくこう行かないかんな。まあまあ大丈夫でしょう、普通にクラッチ操作すれば。やっぱこういうとこ行くとね、ギアチェンジは圧倒的に多いので、やっぱ練習になるんだろうな。普通のまあまあ普通の幹線道路行くなんかに比べたら、それ圧倒的にギアチェンジ多いわな。やっぱり、クラッチ操作は圧倒的にこういう山道の方が多いな。だから勉強になるな。この右の上の山もね、これなかなかあすごいですよ。この山、この前もね、今からまあ山越えにはなりますが、そして海風の方から南町からですね、中郡の方に抜けていきます。はあ、大変今んとこ調子ええね。これはしかしね、いつまでもこんな違うんですよね。ここからは本当にね、だいぶこう道も一挙にこれ細くなるしね、よく言う落石注意っていう感じになるね。これがね、下に青い苔が一面に生えてて、今んとこね、なかなかワイルドでしたね。リラックス、リラックス。ここはね、いつも猿がね、よくいるとこですね。めちゃめちゃワイルド。まあ、ワイルドというか、この真ん中走れたらどっちことないんやけどね。こう真ん中がごっつい苔の、これもなんかめちゃくちゃこう、みずみずしい苔なもんですから、滑りそうなげんね。この旗しか走ってないんやけど、それでまあね、なんかドキドキするんやけど、ど真ん中走れたらどうちことないんやけどね、こんな風に。速でカーブ曲がる、カーブというかヘアピンをね曲がるという、まあ、私のスピードや原因なんやけど、こんなんやけどね。この前、VFR1200X でこの向こうで立ちこけしたな、そういえばね。この向こうで あれ大変だったな。まあ大変ちゅうこともないけど、そんなことあったな。なんかここかなんかに置こうとしてポテチやってね、こけたな。ほえば今はこんな感じでね、山ん中にいます。
今日はちょっとねサイドのパニアをつけてみました。ちょっと休憩、楽しいですね。でも買ってこういうとこ行くとやっぱクラッチ操作うまくならざるを得んわね。もうバンバンクラッチ変えない、クラッチっていうかギア変えないかんしね。 DCT ではですね何でもなかったところなんですけど、今出発しようとして気がつきました。これ坂道発進になるわけやな結局。さて、うまく発進できるでしょうか。まあまあうまいとか下手とは別にして発進はできたな。なかなかな、これはやっぱり。でもこういうとこ走るとすごくクラッチ操作はまともにちゅうか、あの普通にうまくなくてもちゃんと操作できるようにはならなんだらまずいけん、できるようにはなるわな。今のとこ左が行くん怖かったな。だいぶ上に上がってきましたね。いい感じ。だいぶ紅葉もあるしね。はい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 。ここはしかしあれかな、入れて止めとった方がいいかもわからんな。谷山霧越線か。ここが何という峠なのかがわしいつもちょっとこう分かっとらんのよな、これって。ここはだいぶ民家のところに降りてきましたね。ちょっとホッとするな。徳島県道36号線ね、だいぶ下には降りてきたけどまだまだワイルドやなこれ。こういうね、時々こう民家が見えるようになってきましたから、だいぶね、山の上からは降りて、おっつい、おとろし。今度こそこれだいぶ下まで降りてきたぞ。おお、ここはこれ道広げようやな。頑張ってくださいね。ご苦労様です。今日もですね、楽しい、バイクトレーニングができました。やっぱこういう、まあ、この年になってもですね、いろんな、まあ、習い事ができるうちは楽しいですね。今もクラッチ操作とかバイクをこう扱うっていうね、そういうことなんですけど、安全にね、そういうことを練習してるわけですが、最初に比べたらちょっとずつね、やはりね、このバイクを納車したとこから比べたらね、そらもう圧倒的にはっきり言って上手くなりました。まあ、最初の時はめちゃくちゃやったけどね、これでちゃんと操作できるんかみたいな感じだったですが、今まあなんとか下手くそなりにね、できるような感じになってきましたね。まあまあこんなのを続けていきたいと思います。皆さん方も、もしね、こんな動画楽しいなと思ったらいいね、そして登録なんかしていただけると大変こう嬉しいです。よろしくお願いします。それでは今日はバイバーイ。